昭和産系2歳メス48センチです。非常に紅の鮮やかな、なんて言いますかね、照りのある昭和ですね。で、頭も大きいですし、なんか大きくなりそうな雰囲気です。で、この非番と非番の間の白地に青地はあるんですけど、これ多分将来的には浮いてくるんではないかというような感じの青地ですね。こうもう出そうな雰囲気の、とっても照りのある昭和です。それで、このお止めのちょっと前のところに少し底火みたいなのがあるんですけど、まあこう二番火みたいになるかもしれないですけど、こう、まあ、昭和なので、まあ、炭がこう上に来たりすることがあるので、そんなに気にならないんじゃないかと思います。紅の鮮やかな昭和です。よろしくお願いします。